それで、ミエルでも直せないのか。うん、ソフィアちゃんは相手の攻撃に対してあまりの情報量だったから意識異能でしか対応できなくて。この部屋も相手の攻撃から身を守った時に使った意識異能の衝撃で壊れて、ソフィアちゃんは多分衝撃というより、意識異能を膨大に使ったからその怪我をしたと思うの。つまり能力の反動だから直せないと。直せるよ。でもバハートさんを戻すよりも難しい。もっと力があれば容易なんだけど、限られてる力の中でやるから時間がどうしてもかかっちゃう。そうか、なら痛み止め程度は処置してくれ。今は気を失っているけど意識が戻ったら泣いちゃいそうだからさ。うん。それでこれがソフィアが食い止めた力か。やばい匂いがプンプンするな。でも大変だよ。パト君。石化様たちの姿が見えない。多分その空間の中だよ。ハク、怪我してるぞ。ミエルちゃんの力も完璧じゃなかったから外側にいた人は吹き飛ばされちゃって。私が掴んでたせいでバハートちゃんやエミエルちゃんも吹き飛ばされたけど、それは責任持って運んできたから。いや、ハク、お前もオーラを扱えない怪我人だぞ。あまり無理するな。石化様、オオカちゃん、カナメくん、メリアちゃん、エテルちゃん、ミミちゃん、スティアちゃん、会場にいた仲間は全員いないから、多分飲み込まれたかも。そうか、確か俺が目を覚ます30分前の話なんだよな。ならもしかすると出てこれない可能性、最悪死んでいると考えた方がいいな。うん、それはありえませんよ、ご主人。メリアちゃん、無事だったんだね。はい、たまたま東京湾で調査していた時に漁港迷宮が動いたので。漁港迷宮。ファルドラが関東地方全域の電波ジャックをして発信していました。その時ファルドラ本人が漁港迷宮と名付けていました。なるほど、これはすごい代物ですね。東京の景色を歪めてしまうのも納得です。東京の景色が歪む。はい、私は会場まで地震のオーラ痕跡で戻ってきたのですが、それがなければここに来たり、東西南北を理解するのも至難の業でしょうね。なぜなら景色が蜃気楼のようにそこにはないのにあるように映るのです。しかもかなり至近距離で、かなりリアルに。そして認識した時には別の風景。ここまで来た私でさえ混乱しました。ですが今東京全域がこの漁港迷宮の影響を受けています。私はこのまま漁港迷宮に入ります。誰も出てこないところを見るとおそらく出るのは至難の業。術者を倒さない限り出られないと考えた方がいいです。一人で入るのか？はい、ご主人は外部から情報を集めてください。私が集めた情報は全て提供します。正直、もう私だけでは手詰まりなのです。ここには安否確認もありましたけど、エテルを探しに来ていました。ですが、気配を一切追えないということは漁港迷宮の中にいるのは確かなんです。なのでまずこの異変の謎を解き明かす鍵になるエテルの救出。もしくはご主人が地球防衛軍と協力して謎を暴き、漁港迷宮にいるファルドラともう一人の目的を潰す必要があります。どちらにせよ、ファルドラともう一人の目的を暴かないと相手を出し抜くことは不可能ってことか。それと相手の情報、無策だと。厳しいよ。ああ、漁港の恐ろしさは俺も痛感してる。ただ強ければいいってわけじゃない。絶好、もう相手の能力の法則を理解しないと使えないからな。石化みたいに何でも消せるわけじゃない。ごめんね、力になれなくて。いいよ、ハクはミエルの補助をしてあげて、これからミエルは長時間の治療に入るから。あ、そうだ、メスを呼ばないと。ご主人、行ってきますね。みんなを頼むぞ、メリアも絶対に無理するな。怪我をしたら俺が気が気じゃない。そうですか、ならご主人が心配しないように私メリア、無傷で帰ってきますよ。後で絶対に向かうから。さて、ご主人が来る前に全情報暴いてやりますよ。メリアは俺よりもはるかに優秀だから大丈夫。それより俺が今できることをやらないと。神羅万象支配にたどるエデン16、メス召喚。メス、ぬいぐるみ修理って言ったよな。なんで金槌。すんません、準備終えてまだ時間かかると思って別件の仕事してたら。裁縫道具は。組んで割ります。ちょっと待った、そこまで言ってないから。それでものなんだけど。これです。あ、はい。見させてもらうっすね。なんすか？この生命力あふれるぬいぐるみ、むしろ生きてるっすか？目立った外傷はないっすけど、どう直せばいいんすか？あ、それはね。この中に、レイアポストール序列後エミエルの魂が入っているんだけど、修復するために一度ぬいぐるみを裂いて、直したら再度綺麗に塗ってほしいの。え、ってことはぬいぐるみ修理じゃなくないっすか？人形に魂入っているなら、人形族の手術と同系統の繊細な作業じゃないっすか？技術量10万ミルは硬いっすよ。ここに来たってことはもうお金もらってるよね。なのにまだ追加を要求するの。それってそちらの確認不足が原因じゃないの？そうっすよね。うちが現物確認をせずに見積もりを作ったのが原因っすね。すんません。払ってもらった値段でやるっす。え？
作業道具忘れて材料もこっちが準備しないといけないのにお金はしっかりもらうの？すいません、契約違反っすよね。現金返金するっす。かわいそうに。というかミゲル、なんか裏横暴な気がしてきたわ。だからメルに契約するとき騙されるんだよな。裁縫道具一式がいるなら私持ってるけど。確か、ハクは常に裁縫道具持ってたな。うん、あとは材料だけど。どういうのがいいのかな。素材は何でもいいっす。大事なのは隙間を作らないことっすから。あとは塗った穴が再度ほどけないように特殊な縫い方をするっす。それがすごく大変な技術っす。申し訳ないっすけど、このぬいぐるみの色の素材を買ってきてもらっていいっすか。持ってきたものでやるっすから。どうしよう、メリアが言っていたように外もおかしくなってるし、今買えないんじゃないか。私行ってくる、最悪お金だけ置いて商品取ってくるよ。は、犯罪はするなよ。ここは私が何とかするよ。メルから昭和結晶のスペアをもらってるから、これでケール様に連絡して作ってもらう。多分素材だけならすぐだと思うから。俺が言うのもなんだけど、大丈夫、怒られない。エイエルの命が関わってるって言えば絶対に作ってくれるよ。まあ、ミゲルが言うならいいけど、誰が取りに行くの。ヘブンズハートの誰かに配達させたらいいでしょ。どうせ優秀なだけの暇集団なんだから。聞かれてたら知らないからな。わかった、ならこっちは任せる。俺は情報を集めてくるから頼んだぞ。気をつけてね、メリアちゃん。でもここまで来るのは大変だったらしいし。ああ、それじゃあ行ってくる。頑張ってね、パト君。すごいな、本当に会場一帯を囲んでる。あの部屋だけソフィアが守ってくれた。そのおかげでまだ情報を得るチャンスがあるんだ。俺の代わりにメリアが虚構迷宮の内部に入ってくれた。ここで俺が突破口を見つけられなかったら意味がない。時間もないんだ。すぐにでも情報を集めないとな。ロイドさんに電話しようか。電話通信機器はダメです。チェックされているので偽りの情報が入る可能性があります。自身のオーラ感覚で移動もしくは人探しをしてください。そうだ、メリアが教えてくれたんだ。電話系統は NG だ。自分の感覚を頼りにしないと虚構の餌食になるだけだ。ロイドさんは静かなオーラ質だった。だけど主張が強くて存在感がある。ある程度ならすぐに見つけることができる。見つけた、ここから北西側だ。それで、何のつもりか聞かせてくれるか。邪魔すんな、僕ちゃんの。すごいな、この至近距離でもお前の面を拝めないな。それは悪視線か、それとも本来の能力か、教えてくれよ、操り人形。僕ちゃんの愛しき人だ。愛しき人、そのワード、もう4人目だな。フードも量産品、いや、もしかするとフードが本体である可能性もあるな。となればこの組織の本体は実在しないという。いや考えすぎだな、少なくともこのフードは安物だ。過去見てきたフードは材質はしっかりとしていた。このフードは安物の雨具、少し引っかいたら破れる程度の耐久性。とりあえず偽物が身につけているフードは一目瞭然。予算をケチったな。この気配、来たか。ロイドさん、来ましたよ。来たか、なら試してやる。天の井さんの攻撃を受けた後だと大したことないね。いい感想だ、俺の攻撃を受けてその感想を得る人材を待っていた。待っていた、よく来てくれた、パト。はい、しっかりバハートさんを助ける目処はつけてきました。一緒に異変解決しましょう、ロイドさん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。